Radio Diary August the 13th, 2020 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan. ビデオ日誌2020年8月13日、林博士、こんばんは。遅くなりました。やっと今、仕事が終わったところです。時刻は午後7時25分です。で、このビデオダーリーが終わりましたら、また行くところがありますので、そこへ行ってきます。とにかく忙しい。とにかく時間がないというのが、今の私の生活です。しかし、ストレスはほとんどたまりません。と言いますか、日々にですね、充実感もそこそこにありですね。達成感もそこそこにありですね。そして、何よりも、やはりこうなってますかね、日々が楽しいというのが、私にとっての、生きがいと言いますか、ということになるわけですよね。はい。いつまで続くか分かりませんけども、こういう状況の時はですね、できるだけそういう状態を引き延ばすと言いますかね、長く続けるということが大切ではないのかなと思いますね。当然のことですけどもね。で、今日はですね、再びと言いますか、やはりそこへ戻ってしまうわけですけども、ミケランジェロ・ブラノルティのね、書いたと言われている埋葬ですよね。つまり処刑、埋葬の一般的な解釈によればですね、処刑されたイエスがですね、何人かの人々たちに支えられて、埋葬されるシーンであると、そういう絵を描いた、その埋葬という絵なんですよね。そういうシーンを表現した絵が埋葬ということになります。少し日本語がおかしいのは少し疲れているせいだと思います。ともかくその埋葬に表現されている人物たちはですね、中央にイエス・キリスト、イエスでいいわけですね。キリストまでつけますとまた話が変わってきますからね。イエスですね。そのイエス、半死の状態で表現されていますよね。肌の色がやや黒ずんでいるということです。で、その周りにいるのが左下から天使ということになってますけども、今日ね、その天使の頭にですね、つまり蛇の頭を見ることができました。どこがね、こじつけっぽいと言いますか、それ注意しなければならないんですけどもね、見ようと思えばそのようにも見えるというのはもういくらでもあるわけですよね。しかしそうではなくて、横との関連性を持ってつながりがあって、そういうのに見えるということが大切ということになるわけですね。そこに出てくるのが、蛇ということになるわけですけども、ひょっとしたら爬虫類かもしれませんし、あるいはということになるわけですけども、要するにその絵全体の、流れからして蛇と解釈するのが、竜ですよね。竜でもないのかな、蛇と解釈するのが、サーペントですね、良いのではないかというふうに考えました。ということで今日それを発表させていただきました。その天使イコール蛇頭の天使というふうにタイトルをつけました。そしてその左上にですね、バプティストのヨハネ、赤いシャツを着たヨハネ、その証明もしました。で、中央上にですね、裏切り者のユダがいるわけですね。ジュダ・ザ・トレイターがいるわけですけども、この人物がユダであることを証明するにはですね、かなり手こずりましたと言いますか、動画にしてみても結構長い動画になってしまいました。それも今日ね、発表させていただきましたので、どうかご覧になってください。そしてその右、つまりイエスの右に立っているのがイナナ・マリアです。そしてさらにその右に立っているのがマーサのマルタですね。マーサの妹の、ベタニアのマリアということになります。イエスの、妻ということになるわけですね。で、イエスの妻としてもう一人候補として考えなければいけないのが、マグダラのマリアということになるわけですけども、マグダラのマリアはもうその時にはかなり年配の方だったと私は判断しています。で、また、ベタニアのマリアはね、そのマーサですよね。そして弟にラザロっていうのがいるんですよね、イエスの友達のね。そのラザロがいるということで、その辺でこうイエスの周囲が固まってくるわけですけども、マグダラのマリアはその家族には入ってこないんですよね。で、同時にマグダラのマリアをですね、あのドナテロが
彫刻家の、ね、彫刻家のドナテロが表現してるんですけども、まあ、かなり年配でね、しかもかなりやつれて、まあ、感じとしてはですよ、かなり、まあ、なんて言いますか、荒れたというよりもなんていうかな、まあ、そういう感じなんですよね。それは、まあ、ドナテロの、マグダラのマリアで調べていただくと簡単に出てきますから、調べてみてください。ともかくも年齢が合わない。それから、まあ、一方ね、ペタニアのマリアの方は弟にラザロ、すなわちイエスの友達がいるわけですよね。で、ラザロが、まあ、死ぬわけですけども、そのラザロを生き返らしたのが実はイエスなんですよね、まあ、そういう説は逸話、聖書の中の話が残ってますから、そのあたりで、まあ、マリアは誰かということを考えますと、やはりベタニアのマリアということになるわけです。まあ、要するにベタニアのマリアがその右に描かれているということですね。そして下にフンババがいるということです。フンババというのはシャマーシュのですね、シャマーシュのそのアイガンペット、巨大モンスターと言われています。はい、そういう流れの中、流れてますが、そういうつながりの中でね、今日はですね、2つの点ですよね。一つは、まあ一つはと言いますか、蛇頭の天使、蛇頭の天使なんて言いますとね、皆さんあれと思われるかもしれませんけども、ダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版の中にも、やっぱりこう竜、下半身大蛇の天使が描かれてますよね。まあ、その証明は、まあ、別のところでしましたが、要するに中央に、まあ、ラミアが描かれて、下半身大蛇のラミアイコールマリアが描かれているわけです。その右にですね、その下半身赤のスカートのようなパラシュートのようなものを腰に背中につけた人物がいますが、その人物こそが、つまりは天使ということになるわけですけど、その天使は男ですよ。あの方はね、ものすごく美しい顔をしてますけども、男性です。その証明もしました。そしてその天使の足はですね、3本指なんですよね。一見すると4本に見えますけども、手前から4本目白い指はですね、これは指じゃないですよね。いわゆる騙し絵です。周りの石、もしくはまあ草、石でしょうね、小石と比較してみてください。3本指は茶色ですが、しかし4本目の指は白いです。白はそのあたりにある石と同じ色ということですね。つまりそれも騙し絵ということで、つまりそこに描かれている天使は3本指の、まあ、魔女であったということになるわけです。で、その天使は下半身が大蛇なんですよね。はい、あの姿勢では普通の人は自分の体を支えることはできません。前にステーンと倒れてしまいます。で、まあ、軽くね、左手で、まあ、その前の子供の背中に触っているように見えますけども、ただ軽く手を乗せているというだけでしてね、子供に体重をかけている様子はありませんということなんです。まあ、いろいろ、まあ、話したいことやっぱりいっぱいあるんですけどもね、それはまあそこ横に置いておいて、要するにその天使もいわゆる下半身の大蛇の、まあ、人物って言いますかね、人物だったということになるわけですね。で、同じように、埋葬の絵の中のそのまあ、その天使もですね、左下の天使も頭の帽子がですね、まあ、これ蛇の頭になっているんですよね。まあ、今日、まあ、それに、まあ、前からね、気がついて言われたんですけども、今日それを動画化して皆さんにお届けしました。まあ、こうして、まあ、そこに出てくる登場人物すべてが証明されたということになります。そして中央にいる、イエス、シャマーシュイエスということになるわけですけども、は殺されていたということですね。で、そのシャマーシュイエスがシャマーシュであることを証明できるのはですね、先ほど言いましたように右下にフンババが描かれているということですね。メソポタミアの巨大怪獣フンババです。で、そのフンババと、まあ、人物を一緒に表現したのがルーブルにあります瀕死の奴隷というあの彫刻ですね。まあ、瀕死の奴隷はどういう奴隷かというと、一応奴隷という名前がついてますけれども、そこに表現されているのはシャマーシュイエスということになるわけです。で、その彫刻の瀕死の奴隷の後ろにフンババが描かれています。形も全く同じです。つまりそこに瀕死の奴隷として表現されている奴隷は奴隷ではなくて、つまりはシャマーシュイエスということになるわけです。こうしてつながっていくわけですね。で、こうしたメッセージをですね、1500年後のカイン・キリストはこの地上に、まあ、降りてですね、そして、まあ、そういった彫刻絵画を通して、まあ、未来の私たちのような人間にね、メッセージを残したということになります。つまり、まあ、それがね、キリスト教師の、まあ、本当の姿なんだよってな形でね、まあ、私たちにキリスト教の、まあ、過去をですね、キリスト教といいますかね、キリストマリアの過去をですね、私たち、キリストってイエスですね、ごめんなさい、イエスはイエスですね、キリストはキリストですね、つまりイエス、キリスト、二人説へとつながっていくわけですけども、それは今日のテーマではありません。
まあ、ともかくもイエス・キリストとなるわけですけども、そのイエスということになるわけです。で、これシャマイシュイエスにはちょびひげのようなね、顎の下にちょんちょんとこうひげがあります。ですから、まあ、すぐ区別はつきますけどもね。で、まあ、処刑されたイエスはひげがあったということになるわけです。シャマイシュにはひげがあったということになるわけですね。はい、まあ、そういう話もまたどんどんしていきたいと思いますけども、ともかくも今日はですね、またまた埋葬に一度戻りました。どうして埋葬が重要かというとですね、一つにはまあその埋葬という絵の出どころがですね、まあ、分かっていないんですよね。しかし誰が見てもそれはミケランジェロの絵、まあ、誰が見てもミケランジェロの絵と分かるような絵ということになるわけですね。つまりミケランジェロが描いたことにして、まあ、神が人間に与えた絵ということになるわけです。言い換えるとその埋葬をですね、丁寧に丁寧に解読していけばですね、まあ、1500年後の、イエスからのメッセージを私たちは今こうしていながらにしてですね、読み取ることができるということです。まさに絵画というのはですね、タイムレス、時のない、それからインターナショナル、国際的なランゲージ、言語なんですよね。まあ、現に私は、ね、浜岐阜、まあ、ごめんなさい、日本の静岡県に住んでいる私なんですけども、そんな私でもですね、その暗号を解くことができたということはですね、つまりは、時代を超えて、そして場所を超えて、民族を超えて、言語を超えて書かれたメッセージということになるわけです。つまりあの時代の、みんながみんなじゃないんですけどもね、イエスの、操り人形という言い方は、ね、あんまり最近使ってないんですけどもね、代理人、リプレイスメントとしてのね、働いた画家たちは、つまりはイエスの言葉をそう絵画を通して代弁したということになるわけです。まあ、ある画家はおそらくイエスに書き与えられた、書くことを知られた、また別の画家はですね、まあ、そのいろいろ指導されたとか、まあ、いろいろあるんだろうと思うんですけども、要するにあの当時ルネサンスの時代にイエスがですね、また再びこの地上に現れてね、そして、まあ、私たち人間に、まあ、メッセージを残したということになります。まあ、その時はね、イエスの孤独感はよくわかりますね。もう人間がね、えらくもう離婚になってしまいましてね、まあ、以前のように素直にね、心なくしてますけど、無心でね、無心状態で、心ない状態で、つまり素直な心で、純粋な心で神の教えを受け入れるというような時代はすでにね、ルネサンスの時代には終わってましたからね。まあ、ひねくれてね、まあ、そういう、まあ、人間になってしまったのかななんて思いますけども、そして一方でね、それだけのものをまだ理解するだけの力が人間にはなかったという意味でね、まあ、地上に降り立ったイエスは相当孤独だったと私は、まあ、判断しています。寂しかったでしょうね。いつかだけどね、いつか人間はですね、こうした事実に気がついて、そして、まあね、私が誰であったかを知るだろうというような願いを込めてね、まあ、その当時のイエスは自分の書き残した絵画の中に多くのメッセージを残したということになります。そしてそれから500年という年月が経ちましてね、まあ、これだけ情報革命が進んでですね、それこそ私のような人間でもですね、まあ、静岡県の浜松市にいてもですね、全世界の情報、古今東西の情報をですね、いながらにして手に入れることができるようになったということがあってですね、初めてその謎を解くことができたということは、もう一つはね、私に時々思うんですけどもね、私本当に日本人でよかったと思いますね。今ね、この2020年のこの瞬間においてね、日本人でよかったと思います。今日本、まあ、日本という国はですね、世界でも類のないほど言論の自由が保障されて、自由に物が言えて物を考えられる国なんですよね。隣の中国見てもノーですわね。もし仮にですよ、私のことをアメリカのどこかのね、州の小さな町で動画で発表していたら、まあ、多分私はもう射殺されているでしょうね。まあ、そういうところなんですね。いわんやその、まあ、そういう神に近い国々ってありますからね、世界でね。で、そういうところで今の私が発表しているような動画をですね、発表したら、まあ、命はなかったでしょうね。まあ、しかし、かろうじて今命があります。そして元気で頑張っていますってことなんですね。ですからそういう意味ではラッキーですね。で、なおかつ、まあね、今ね、まあ、カトリックにとっては大変、まあ、厳しい動画が続いてますけども、カトリック自体がですね、今内部的にガタガタなもんですからね、まあ、いろんな事件引き起こしてますし、いわゆる、まあ、なんて言いますかね、虐待問題もね、世界で毎週のように起きてますからね、カトリックの神父によるね、まあ、そういう意味で、まあ、カトリック教会というのは揺れに揺れているわけですね。ですから、まあ、今回ね、フランシス教皇のようにね、初めてイエズス会からね、その教皇が出たっていう
このありえないようなことが今起きているわけですけれども、まあ、そういう流れを見ていくとですね、まあ、カトリックも今や変動期にある、イコール、まあね、林浩司のような人間にね、構っておられるかって感じでね、無視されているっていうことがかえって今の私にはまあ気が楽ですけどもね、100年前だったらもうダメでしょうね、毒殺されていたと思います。まあ、これからも危ないですからね、十分注意してますけども、まあ、そういうことなんですよね。ですから日本に今私がいてこうしてまあ動画を発表できるということはですね、私は今この日本にいること自体がね、大変ラッキーだったと思っています。まあ、今世界でも類のないほど平和でのどかでね、まあ、心穏やかで、そしてまあ、ね、安全な国というのは日本を置いて他にありませんからね、はい、まあ、そういう意味でラッキーだったと思います。まあね、こうした日本の素晴らしさというものをですね、まあ、未来にどんどん引き継いで伸ばして残していくというのは今の私たちの務めでもあるわけですけどもね、一つ間違うとですね、またはいということになってしまいますけれども、今のところ、まあ、そういうふうにね、私は日本を評価しています。はい、で話を戻しますと、要するにイエスはですね、シャマーシュイエスは、まあ、前もって言ってますかね、処刑される前にすでに殺されていたということですね。それをメッセージで残したのが、まあ、ミケランジョなる画家が描いたとされるあの埋葬という絵になります。で埋葬の絵がですね、まあ、実はもう一枚そのペアで描かれた絵があると言われているんですね。それがマンチェスターの聖母ということになるわけですけども、あのマンチェスターの聖母の中央に描かれている人物もこれ下半身大蛇のラミアなんですよ。それも証明しました。でまあ、そういうその2枚合わせて、まあ、ワンペアになるわけですけども、その、まあ、特にマンチェスターの聖母の方はですね、まあ、衣服なんか特に向かって右側の肩から腰、胸にかけての衣服がそうですけど もう聖地すぎるほど聖地に書いてありますね。蛇、まあ、かトカゲ、まだあの何の動物の皮膚かは分かりませんけども、蛇でもないような感じですね。トカゲもあちこち探してみたんですけども、全く一致するような、まあまあ、鱗と言いますかね、そういう皮を持った、まあ、トカゲ類はまだ今のところ見つけてませんけども、まあ、見るからにトカゲもしくはヘビのような皮膚が書いてあるんですけども、一枚一枚鱗がですね、綺麗に書いてありますね。まあ、人間技じゃありません、まあ、それくらい精緻に描かれている。その絵も未完の対策って言われてますよね。まあ、途中白抜きの部分があるがためにですね、未完の対策って言われてます。それからまあ先ほど言わせましたけども、埋葬も未完の対策って言われています。右下の空白部分にまあそのフンババが、まあ、輪郭が描かれてますけどもね。で、まあ、ちょっとね、通例ですけども、ミケランジェロの、ね、埋葬をですね、ちょっとね、ウィキペアでも何でもいいですけど、美術評論家の、まあ、本で、まあ、コーナーで、ブログでもいいですから、調べてみてください。まあ、美術評論家の先生たちの作文というものがですね、どういうものであるかということを皆さんにも理解していただけると思います。まさに作文ですね。よくもまあここまで作文らしい作文が書けると思うような作文で埋葬を説明しています。まあ私の方が作文かもしれませんけどもね、しかし後の判断と言いますかね、それは皆さん自身の目で見てね、そしてどちらを取るかということは、まあ、多数決のようなところがありますから、皆さんに判断していただいてですね、林浩司の言ってることが本当なのか、あるいはね、今までの既存のね説の方が正しいのかということは皆さんに判断お任せしますけども、私は私でね、まずこうして一本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 さらに一本一本と積み重ねてきましたからね、自信があると言いますか、揺らぐことはありませんがね、穴がないということです。まずつまりその抜け道抜け穴がないということですね。きっしりとその辺はね、証拠固めをしてきましたので、まあ、そういうところからですね、判断していただければ嬉しいです。で同時にね、これはある意味でまあ、今までね、私たちが持っているキリスト教会史も含めてですけども、もうひっくり返すような話だと思います。例えばキリスト教の柱といえばイエスの復活ということになるわけですよね。キリスト教徒がなぜキリスト教を信ずるかといえば、その復活に自分たちの願い望みをまあ叶えます、まあ、その復活にまあその何て言いますか、乗せているわけですよね。まあ、復活がともかくもキリスト教の柱になっているわけですよね。まあ、ちょうどね、まあ、信仰宗教のね、仏教系の信仰宗教の方たちはですね、生まれ変わってあの世があるなんてね、まあ、そこにまあ望みを託して、最後のね、まあ、望みを託して希望を抱いて、そしてまあ、死というものをですね、どう克服するかという問題へと、まあ、克服するかということにつながっていくわけですけどもね、要するにそれと同じようにキリスト教においては復活こそがですね、つまり、まあ宗教、まあ、キリスト教の柱になっているわけですよね。
イースター復活祭っていうのはそれなんですけども、イースターっていうのはイスタールの別名ですからね、まあ、変名ですからね、まあ、いいんですけども、そのそういうその復活というものもですね、まあ、つまりはありえなかったなかったということになるわけです。つまりシャマーシュイエスはそこで死ぬわけですよね。そして貼り付けにかけられたのは別の、まあ、替え玉であったということになるわけです。あのバプティストのヨハネも替え玉で殺されているんですよ。本人はベッドの上でのうのうと寝てますからね。で、替え玉の牢獄につながれていた哀れな男が首をはねられて、その首が、まあね、サロメのところにもたらされたということになるわけです。まあ、替え玉というのはあちこちに出てきますけどもね。要するに、バプティストのヨハネも替え玉だったと同時に、処刑されて十字架に貼り付けられたイエスも替え玉だったということになるわけです。となると復活とは何かということになるわけですけども、その後ね、まあ、マルドックがイエスの立場になり変わって、そして人間社会を指導して現在に至っているということになります。これが今日の、ね、話の大筋ということになりますけども、そういう視点でね、今日の動画をまたご覧いただきますと、奥深いものを皆さんにも感じ取っていただけると思います。しかし今こそね、今までの何て言いますかね、積み重ねられ、嘘に嘘を重ねられ、まあね、作られてきたその神の世界というものをですね、今こそここでリゾルブ、解体してですね、そして新しい、まあ、未来の宗教、あるいは神観ですね、宗教そのものはね、団体、宗教団体じゃないですよ、宗教というものをですね、リクリエイト、いわゆるクリエーションするという、まあ、今その時期に来ているのではないのかなと思いますね。要するに神々は一つなんですよというその立場に立ち返ってですね、世界は一つなんですよ、人間は一つなんですよという考え方に基づいて新しい未来を、まあ、見ていくということになるわけです。そういう視点、視観がですね、視観といいますかね、そういうそのものの見方がですね、まあ、全体のものになればですね、人間世界はもっともっと心豊かで、まあ、なんて言いますかね、ぬくもりのあるなって言いますか、安心して暮らせる平和でのどかな人間社会に、人間世界になるのではないでしょうかってことになるわけですけどもね、まあ、それは今すぐというわけじゃないんですけども、そういうのを目標にして前に進んでいくということです。またその日は必ずやってきますよね。ですからそれを目指して頑張っていくということですね。それがつまりは人間が今生きている目標であり、つまりその先でね、私たちが到達するのを待っている人がいる。それがつまりは神ということになればですね、まさに神は私たちの希望そのものになるということですね。で、当時の私ね、先ほどランニング3回目のランニング4回目の途中までやったんですけどもね、まあ、あと15分分は残してあるんですけども、残したと言いますか時間がなくてですね、まあ、そのままなってますから寝る前に15分やることになると思いますけども、その15分のランニングしながらね、こんなことを考えましたよ。やっぱりね、人間であるって言いますかね、その今私たちが何であるかってことなんですけども、私はまあそういう視点でまあものを考える癖がついてしまったんですけどもね、だからといって私がですね、高い境地に達したとかね、そういうそのうぬぼれた気持ちはありませんが、しかし今の私から見るとですね、それはランニングしているように感じたんですけどもね、ああ若い頃私は本当に時間を無駄にしたんだなっていうふうにね、ちょっとねしみじみつくづくと思いました。もっと早くね、もっと早く今の私が知っている世界のことをですね、もっと早く私が知っていればですね、私のその後の生き様は大きく変わったであろうし、同時に私自身はですね、自分の時間というものを無駄にせずに済んだのになというふうには思いました。まあ、こんなね、開墾ですね、なんて言いますか、要するに、はい、締めっぽいと言いますかね、愚痴っぽい話になってしまいましたけども、そんなことも考えましたということです。では今日のビデオでは、これで終わります。皆さん、さようなら。Bye.